おざす、T シスンです。さて、今回は BF5 プレイをしながら雑談動画を作っていこうといった感じのスタイルでやっていきましょう。はい。で、主な話題としましては、コールオブデューティーが多人数制のモードを追加するといった感じで、そのことについて話していきます。というわけで、分隊員よろしく。クラメンです。クラメンとフレンドですね。ただ、すまんな。動画を撮っている手前 VC で連携が取れんのだ。空気を読んで一緒にプレイしようじゃないか。はい、というわけでやっていこう。で、さっきも言いましたが、話題はコールオブデューティーです。というのも、50対50のモードが追加されるということで、人数的に言えば BF シリーズの32対32よりも多人数ということで、さあどうなっていくのでしょうか、みたいな感じで、荒れてはないけど、ちょっとね、話題になっておりますので、そのことについて、いくつかね、ご質問も来ましたので、私の思うところを述べていこうかなと思っております。で、基本的にね、BF シリーズから人離れるんじゃないかなっていう声もあるんだけど、ちょっとわかんないな。今の BF シリーズ、BF5 ね、BF5 に残っている人間ってコアやで。もうダイスの株主だよ。と言っても過言ではない。それでね、OK。で、BF と COD の違い、改めてまとめる必要性は若干低いかもしれませんが、一応ね。BF の場合はですね、コンクエストっていう独自のルールがあって、でその中には戦車とか飛行機とか歩兵戦で、そして後方支援でね、活躍したり、多種多様な戦い方って言ったらいいのかな、が選べると。そういうゲームですね、 BF は。ドミネーションとかチーデスももちろんありますが、で、コッドの場合は歩兵戦がメインで、各々の成績によってはキルストリークとかスコアストリークとか呼ばれるもので、ガジェットみたいなやつをね、出せるんですよね。UAV とかヘルストンとかで、スピーディーな歩兵戦が楽しめると。で、その中にサーチとかもあってね、緊迫感のある戦いももちろん楽しめますよ、といった感じのゲーム性でございます。で、多人数対多人数っていうのは BF の特色の一つでした。32対32、それがコッドが50対50対をやるということで、死んじゃった。いいや。で、一旦その多人数のアドバンテージっていうのはコッドに移るんですが、いきなりその BF なんか多人数対多人数がコッドに取られた、コッドに行こうってなるかって言われると、行く人はいると思うけど、そんないきなりバーンとはならないと思う。細かいところで言えばさ、 BF とコッドってエイムの感度とかも違うじゃないですかね。 B に行きたい。で、その、だから、大丈夫これ。だから、いきなりね、人は減らないとは思う。そんなにね。ただね、油断はできないよね。アドバンテージが減ったことに変わりはないから、BF さん。だから、蘇生ができん。だからね、できた。気を引き締めてね、アップデート。頼みますよ、ダイスさん。やっぱ、コッドと BF って、何回も言うんですが、やっぱ違うんですよ。その、クリアリングの仕方、流用できる部分は多くありますが、その、一番、私、もともと BF 勢じゃないですか。で、コッドもやるようになったんですけど、一番苦労したのが、エイムの感度。なんかね、コッドって、ぬめんってするんですよ。ぬるっとする。で、コントローラーを最大に右スティックで倒すと、なんか途中からいきなり速くなる。で、腰打ちと、ADS 中の感度を同じにできなかったり、とにかくね、ちょっとやっぱ、コマコマと違うところがあるんだよ。だから、なんて言ったらいいかな。その BF からいきなり、そのコッドに行きました。で、太刀打ちできるかって言われたら、やっぱね、ちょっとやっぱ人によっては練習がいると思う。特に俺なんかセンスないからさ、泣きを見たよね。コッドやるぞってなって。で、BF のその、甘いクリアリング、腰打ちクリアリングとかしてる世界からいきなりコッドね、厳しい歩兵戦オンリーの世界に行ったらね、結構ね、しんどかった。だから、いきなりその人数の問題で、コッドにアドバンテージができたから、もうコッドが逃げ合うかって言われたら、わかんない。ついていけない人もいるかもしれない。50対50をコッドでやるっていうのはなかなか
思い切ったアップデートだなと思って、はい、私自身も楽しみにしております、はい、コッドね、はい、コッド、あ、ビオ4か、ビオ4ですね、うん、で、まあ、さっき、BF そんながっつり人は減らないとは私予測はしましたが、まあ、うかうかしてられないよね、正直な話。もう本当50対50の歩兵モードが神ってなったら BF の歩兵戦が全員そっちに行ってしまう可能性もだって、まあ、なきにしもあらずだしね、うん、まあ、正直エイムの問題なんかさ、あれ練習すりゃいいだけだから、うん、ぶっちゃけた話、センスの差はあれど、たどり着くところは多分同じだから。はい、FPS は。まあ、BF さんね、その、まあ今回、コッドが思い切ったアップデートをしたということで、まあ、BF の今後のアップデートと比べては見るんだけど、5月のアップデート、なんだっけ、敵が見やすくなる、対戦車ライフルを導入する、で、医療パック、弾薬パックを味方から補給できる、直接ね、うん、なるほど、うん、ま、ちょっとインパクトに欠けるよね、言うてね、うん、ま、もちろん長い目で見たら、連サバ、無料の連サバができたり、インカージョン、7月にはね、インカージョンっていう5対5の専用モードが出るっていうのもあるんで、いろいろとまあやってはくれてるんだけど、どうなんかね、俺そこら辺あんまりダイス信用してないから、応援はしてるんだよ俺ダイスのこと、ただしあんま信用はしない。俺忘れてないよ、 BF1 のインカージョン、 BF1 のインカージョン、あいつらなかったことにするからね、うん、あ、これ無理って思ったらダイスさんもう全てをなかったことにして放り投げたから、あと射撃演習場、はい、まあ、インカージョンについてはね、結構楽しみではあるんですが、本当に実装されるんでしょうか、うん、はい、してむしろお願いしますはい、まあ、そこがあるんで、ね、どう、まあ、BF じゃない、コッドと張り合えるか、うん、まあ乞うご期待と。試合開始から約15分、4拠点取られている、そして私の成績15キル10です。いや、とても実況者の成績ではない、ちょっと本気出そうか、引き締めをね、はい、で、まあ、雑談のまとめとしましては、50対50のモードをコッドが出すからといって、いきなりもうそんなガクンと、人が減るかって言われたら怪しいと、まあ、BF ね、うん、でコッドと張り合うには、まあ、BF さんも、まあ、しっかりとね、今の宣言したモードとかを出していただければ、もうユーザーついてくると思うんで、多分、あ、ちょっとぼーっとしてたわ。はい。OK。はい。で、まあ、頑張ったよ。ダイス。はい。応援はしてるぞ。信用はしないけど。この狭い通路でね、スモークは張るのはまあ、70点だね。連打された終わりで。さあ。こっから T システム本気モードいきますよ。なんだ。もう威勢のいいやつね。この状況で銃剣突撃か。なんで死んだ。まあいいや。これ蘇生していいやつするわ。はい、OK。はい。で、ちょっとね、多分、時間余ってると思うんで、本気出そうか。うん、同じやつじゃねえか、あの銃剣は。はい。ここから覚醒ですよ。うん。停止数。まあ、はい。まあ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 、15キルストリークだ。16キルかな。はい。この調子でトップ取ろうか。まあ、60キルはいけると思うんだけどね。うん、ちょっとエイムズレだな。はい。OK。60キルだな。はい。で、味方も敵もね、いい感じに強いプレイヤーが、いるんで、今は現在トップのプレイヤー2人はね、敵陣両、あ、味方陣のプレイヤー2人は、でも手だれなんで、まあ、バランスいいよ。あんまり自分と弱いプレイヤーばっかだっても、もうあんまキル取れない気がするんだよね、これ。うん。はい、スリーマン。OK。でも話したいこと話したんで、あとはもう本気でやりますね。はい。
で、60キロ行こうか、60キロ。60キロ取ればトップだろう。さあ、いるね、寝っ転がってる。反動でかいな。なんか、拡散値が上がっただけっていうコメント見たんだけど、あれマジで？反動は上がってないのかな？俺体感上がってるんだけど、制御しきれねえわ。トンプソンとかこの KZ かな。お前休め、制御しきれてない！はい、OK。次行こう。はい。あとは、裏取ったし、あ、そっちか。これいいポジションだね。さあ、いるか、おっと、いたね。で、あの、くぼんでるところに溜まっている。で、分隊員の人を蘇生して、しばき上げる。うん。一旦逃げようか。で、これは向いて下に戻り、殺されると。いや、完璧ですね。はい。味方が、よっか、お前は敵か、よし、オーケーオーケー。ね、はい、おお、いいね、V1。寝っ転がるモーションやめてくんねえかな、状況わかんなくなるんだから。寝っ転がるモーションやめてくんねえかな、状況わかんなくなるから。2回目、よし、で、D は、なんか平和な感じだな、もう大丈夫か。で、エコーに行こうか。もうこっからホットゾーンだね。敵いるかも。いたね。OK。で、多段ヒットした。まだいるはず。で、相手にしない。バレたから。で、ちょっと回り込もうか。この、安全ではないっぽいな。行ってみるか。飛び出る勇気。あれ。バレてました。あれ、いけると思ったけど。はい。60行ってない。行ってないか。まあまあ、トップには返り咲きました。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、なんだかんだでコッド楽しみですね。BF も頑張ってください。では。